はい、こんにちは。ですね、今回はですね、スターボーの方から発売している軟質マスクキットの紹介をしたいと思います。でも、これはもう何年も前からね、発売してるもんなので、今更紹介かよっていうふうに思われる方もいると思います。ですがね、まあ、せっかくなのでね、今更ながらちょっと紹介させてください。このマスクはですね、私が前以前こういうマスクを作り始めた時に、なんて言うんですか、こう展開図からダーツをこうね貼り合わせて、ダーツをねこうつないでこういう形にするってことを大概の方はしてると思うんですよ。マスク作る時はね。で、まあ、それだとね、やっぱりちょっと時間がかかるし、もっとね、綺麗なラインが、簡単に出せないもんかと思いましてですね、それでこれを作りましたね、当時ね。で、まあ、メリットなんですけれども、これを使うメリットなんですけども、実際私、これを、自分で仕事にも使ってるんですが、全然ね、なんていうかね、やっぱりね、ラインが綺麗で、なおかつもう時間の短縮、仕事の時間の効率がすごく良くなりますね。で、実際こう皆さん、まあダーツで貼り合わせて、ダーツとか展開図からね、こう切り出してやってると思うんですけども、これは本当に組み立てが綺麗になるんですが、綺麗なライン結構もう出てるんですが、なんていうかな、貼り合わせたマスクっていうのはこうね、ダーツを作ってこうに貼り合わせてますよね。そうするとどうしてもこうラインがですね、まあこう丸いマスクだったらこうつないでこういう感じで、まあ極端に描くとですよ、こうね、ここだけつないだ、こうダーツのあるところだけこう丸くなって、少しまただん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 こう平たくなって、また丸くなって、ここだけ丸くなってって、こういう感じになると思うんですよ。極端に描くとですよ、こういう感じだから、こういうふうにここの部分がね、こうやっぱりラインが歪んでるってことですね。で、大概皆さん、なんかね、大体 YouTube の動画とか見てると、1センチを使ってると思うんですよ。で、1センチを使うと、使わないとやっぱりここのね、この貼り付けのね、これがありますんで、1センチを使った方が引っ張る力が強いっていうかね、この、なんていうのかな、ここがね、こう曲がりにくくなりますからね、ここがビシッと一直線に、つながるわけですから、こういうふうに少し、歪みも少なくなるわけです。でも、まあ、さすがにね、このね、こういうところとかね、だんだん、こうつないだとしても、こうカクカクっていう感じで出るんですよね。で、5ミリだとさらにこう、さらにこういうにね、もっとね、極端に曲がってしまうと思うんですよ。でも1センチでやった場合っていうのは、作った場合っていうのは、結構ね、1センチですよね。かなり顔のマスクの世界で1センチとか5ミリっていうのは結構大きな長さなんですよ。5ミリ寸法ってね。だからこれ結構5ミリ、中がマスクの中が5ミリ詰まってるっていうと、だいぶかぶれなくなる人とかもいると思いますよ、サイズが合わなくて。で、それを逃がすためにこう周りが5ミリ、5ミリ両幅で1センチですね、5ミリ5ミリ厚みが1センチ盛り上がった場合、これね、かなり、なんていうのかな、もう、これ、削ぎ落としたら、もう、結構なボリュームになりますからね。そんなことないだろうと思うかもしれませんけど、結構、その5ミリとか1センチって相当大きいですよ。これは5ミリを使ってて、熱押しで少しまた薄くなってますので、それでもう、綺麗なライン出てますので、まあ、フィット感もあるし、やっぱりラインが綺麗であると。熱押しでやってますからね。クオリティが上げることができて、時間の節約にもなるということではね、かなりメリット大きいんじゃないかなと思います。
まあ趣味でやってる、そういうことを最初から作るのが好きだという方は別にそれでいいんですけども、やっぱり時間をかけずに少ない時間の中で、クオリティの高いものを求めるっていうんであればすごくいいんじゃないかなと思います。実際私はこれですごく生産効率が上がりましたのでね。はい、じゃあこれをね、実際今回組み立てる方法っていう方というか組み立て方をちょっとこちらで紹介していこうかなと思います。では袋をちょっと開けていきますね。まあこんなね、紙が入ってます、こうやったらいいよっていうコツみたいなものがね入ってます。で袋から出すとこういったパーツが入ってるんですけども、でこんなものが、でこれに関しては別にこうサイズが合わない時についでもらっても構わないんですが、こうやってね、基本的にはこれは裏打ちです。裏打ちをするための帯です。こう貼り合わせたらどこから裏からねこう押さえるっていうことで、でこのカッターでこのバリを取って組み立てていきます。でこれにも書いてあるんですけども、カッターで切るときは、まあ、ちょっと実践で今切っていますけども、カッターの刃は新しいものを使ってください。でもう結構ね、カッター切れない状態であまり切れなくなったものでも使っちゃう人いるんですけど、やっぱりねこの抵抗感がね上がってくる、切るときの抵抗感が、ね、上がってくると汚くなりますから、もう引いた時の力が軽いほど綺麗にスパッと切れますので、刃はねなるべく新しい新品のものに変えて切ってください。じゃあ切ってみましょうかね、新品に変えて。はい、これね切る時やっぱ最初大事です。こう斜めになっちゃったりするとね、合わせ目がね、ここにちょっと斜めになってしまうと、まあ合わせた時にこう 片側もまたこう斜めになってしまったりとここなっちゃいますよね。でここに裏打ちをするんですが、やっぱりこうなんていうのかな、まあ実際そういう方がいたんですけど、こういう感じになっちゃうんですよね。こういう感じで、ね、まあ、ここ削ればいいと思うんですけど、なかなかねこれもね、難しいみたいでですね、まあこう斜めになっちゃったらこうやってね、もし斜めになうまく切れなかった場合はこうついちゃった方がいいかもしれないですね。でこれ裏打ちをしてね、ここの空洞を開けとくとかね、そんな方がいいかなと思います。まあできるだけこれスパッと直角に切るようにしてください。ではちょっと切ります。カメラ回ってて緊張するんだよね。まあいきますね。じゃあ目がかける。いやーちょっとカメラ回ってると失敗するんだし、緊張して失敗する。ちょっとね姿勢もね今ねカメラの方に向けて切ってるんで悪いので、カメラのところに手を出して切ってるので、ポジションがあるので少しやっぱり綺麗に切れない可能性もあります。怖い。はい、こんな感じです、ね。
切れちゃった。はい、こんな感じ。じゃあここもね、うっすらラインが。こっちとかちょっと出てないかったりするときは、このマジックでカッカ爪で引っかいて、ある程度当たりをつけていただいて、切っていただければ。もうカット。ちょっとね、切りづらいな、このね、こう。首こうカメラのね、自分の目じゃなくてカメラの 目線で切ってますんで、私は横から見て切ってますんで、切りづら、ちょっと地面に置くこともうまくできないし、ポジションがね悪いとやっぱり失敗しやすいと思います。今私はかなり無理なポジションで切ってるので、はい、こんな感じで切れました。ね、こっちも同じように切るのちょっときついので、カメラに映ってないところで切ります。なんか切りづらいカメラ。はい、こうやってなんか床に置いて切った方がね、綺麗にいくかなと思います。はい、切れました。ではですね、次は、接着剤を使って貼っていきたいと思います。で、使うのは G10 ですね。G10 で、ここ、内側、ここと、この断面、切断面。あとこれですね、これに G ボンド塗ってください。4つ、何個いるかな。まあ3つ塗っとけば、全然足りると思います。はい、では塗っていきます。薄塗りで2回塗る、1回乾燥させてから2回塗るのがベストですかね。まあちょっとあんまりやり方に関してはですね、結構ね、動画を見てる方でね、ご指摘の厳しい方がいましてですね、いやそんなやり方じゃダメだみたいなね、いやそれ違うよみたいなこと結構言ってくる人がいるんですけども、まあ、私は私なりにこう我流なところもありますのでね、一番いいと思った感じでやってます。はい、これで一回乾かしてもう一回塗ると強度強いかなと思います。あと動画の方なんですけども、私ねちょっとサバイバル的なことが好きなんで、そういった動画もね、サバイバル的な旅とかね、そのような動画も出してるんですけども、まあ、多分これからもなんかそういう関連の動画は出すと思うんですけども、動画を出すたびにね、そっちの方がね結構登録者が減っていってしまったりすることがあります。なのでできたらね、それを見てもね、造形の動画っていうのは絶えずアップしていきますので、チャンネル登録を解除しないでいただけるとありがたいですね。またね、もしそういったサバイバルとか旅とかね、興味がある方がいましたら、そっちの方もぜひ見てやってください。はい、
はい、今塗って乾かしてます。今ちょっとね、手元にねこんなマスクがあるんですが、作りかけなんですけども、蜂をイメージして、まあ、蜂なんですけど蜂のマスクを作ってる最中です。これも軟質マスクキットをベースにして作ってますね。まあこう切り込みを入れてずらしてって削るっていう感じで、なんか別のパーツを貼り付けたって、あ、ここは貼り付けたかな、ちょっとね、そんな感じで、あとこういうところもずらしてるだけですね。まあこういうことは簡単に、このぐらいなら簡単に作れるようになります。はいはい、じゃあちょっと乾かして貼っていきたいと思います。はい、乾きましたのでね、では貼っていきたいと思います。貼っていきたいと思います。でその前に一つやっていただきたいことがあるんですが、貼る前にこのパーツをですね、こことここをこう合わせてください。でそのままこういう感じで潰していってですね、ここのところにマジックで印をつけてください。はい、うわくっついた、ここですね、ここに印を書きました。ここの印がですね、こうこっちのこことここの左右の合わせ目の、結合点になりますので、これ重要です。これはちょっとやっといた方が綺麗にいきます。でまあじゃあ貼っていきます。切るときにこの斜めになっちゃったっていう場合はね、無理にギュッてくっつけなくていいと思いますよ。ある程度ちょっとくっつけて押し付けない感じで、ちょっと無理だね。まあね、ちょっと切った時ずれてますけど、まあここのこういうエッジを合わせて、ずれちゃったところを合わせちゃうとどんどんずれちゃいますので、それでこっちをやったら今度はこっち側ですね。こっち側を、やった方がいいかな。でこれで大体カメラをね、意識しながらとね、失敗するんですよ。もっと顔を近づけてね、ぐーっとね、これにね、合わせた方が綺麗にいくと思います。まあ、カメラをね、どうしてもね、カメラの視点の方が優先してるんで、ちょっとやりづらい。なるべくこう曲がった状態で貼り付けないように気をつけてください。で次はここ、今まだそんなに強くいってないか、はい、じゃあ次はここですね。ここもまあちょっとここずれてますけど、こっちのエッジを優先で貼り付けてください。そっちは足んなかった。反対側もつけてください。で、まだここはね、ルークがつけないようにしてください。でまずここをつけます、頂点を。で、だいたいこことここの真ん中をねつけますよ。ちょっとね見てる本当
まあ、失敗しそう。まあこうやった時にこっちとこっちの浮き具合が同じぐらいにのところで、はい、でこっちもあんまりだから最初にちょっと軽くつける感じでいきなりつけちゃうとね、ちょっと後々位置調整ができないので、最初は軽くつけるぐらいの感じがいいと思います。でこのね、前後の合わせっていうのも気をつけてください。なるべくもうこっち側からこう合わせて貼ってって、こっちは余ったんで無理やり押し込んで貼るとかやると、もうライン崩れちゃいますから、台無しになっちゃいますから、せっかくの、まあ、気をつけて今こっちと今破裂して、なるべく真ん中で、はい、こんな感じで。ちょっとね、今微調整します。こう顔をもっと近づけて作らないと、ちょっと、汚くなっちゃって。はい、はい、こんな感じです。で、こう見るとね、やっぱりね、少しね、ここがね、綺麗に合わさってない感じなんですけども、まあ、それのためのね、歪み取りのためのここの、あと強度の問題もありますけども、そのためのこのパーツなんですね。これをこう貼っていきたいと思います。こんな感じ。変に無理やり曲げない感じで、なるべく自然ななりで、無理やりギューッと引っ張って貼り付けたりすると、またこっちの方も影響されて、本体の方が影響されて歪んできますから、なるべく自然ななりで、見えっかな、はい、じゃあここのラインの補強ですね。補強もあるし、歪み取り、歪みを矯正するっていう役割もあります。ああ、ちょっと足んなかったな。まあいいよ。若干足んなかった。まあ足してもいいんですけど。でもさっき切った余った方が、はい、そしたらね、これ、まあ、軽く当てただけなんで、これを結構押し付けちゃってください。力でこう。
はい、こんな感じになりました。まあね、多少継ぎ目のラインはこういうの入れますけども、まあここからね、もっとね道具とかある方はリューターでこう削っていただいて、いただいてライターで炙って、ちょっとまたこう押し付けるなりして、していただくとだいぶ綺麗になるんじゃないかなと思います。まあ他の動画でね、この軟質素材を削ってる、微妙に削ってる、ジェット、プラジェットをかけて削って、ヤスリで削って、なんか網目のヤスリで削ってっていう動画も他にね、ありますんで見ていただければ。何だったかな、 3D マス、3D データからのマスク制作法っていうのと何本目だったかな。ちょっとどれかわかんないんですけど、そういう、作業工程の中にそういう動画もあります。こういう軟質素材を削るっていうようなね、綺麗に磨いていくっていうのは。まあ、綺麗に仕上げたい方はちょっとそっちの動画を参考にしていただければと思います。はい。まあ、こんだけのね、パッと組み立てるだけでも、これだけの綺麗になります。これだけのラインになりますからね。やっぱりこう、ビシッとね、こういうライン、ダーツの貼り合わせだとね、出ませんのでね、なんか、こうなって、こう、引っ張られた、ここの、繋いだとこだけがこうちょっと滑らかになって、またね、こう少し平面に戻りそうな感じの緩やかになって、またここでまた綺麗に丸くなって繋いであるとか、そんな感じの円になってると思うんで、大概はね。まああと薄いんでね、ただ薄いと言っても今これを貼ってしまいましたから、5ミリ内側に食い込んでます。でもしきついなと思う、結構5ミリってね、大きいんですよ、マスクの世界、マスクとかこう被り物の世界ではね、まあでっかい被り物のことは別ですけど、こうフィット感のあるものとかだと5ミリっていうのは大きいので、取っちゃってください。あれだったらで形が歪んでるとかいいんだったら、その薄いプラ板とかね、そういうの貼っ、塩ビとかね、こう細くこんなぐらいに切って貼っていただいたりした方が、中のスペースは空くと思います。頭が大きくて入らないっていう人は、そうしていただければ、まあ、あとは他の動画にかぶり、まあ、このままじゃかぶれませんけどもね、結構開かないで、まあ、私はいつもここにスリットを切ってチャックをつけてます。チャックをつけてます。これYKK のチャックですね。まあ、まあ、あるかな、そのちょっと日本語が、まあちょっとこれは別の今作ってるものなんですけども、こんな感じでね、チャックをつけてかぶってます。まあこの後は、まあこういうふうに、まあ、G ボンドでコーティングしていただいて、色を塗ってもいただいても構いませんし、G ボンドでこのように、合皮を貼っていただいても、構いません。それはお好きなように、してください。まあ、あと他のやつはね、こうなんかハンダでこうちょっとタッチを入れたりとかしてるようなこともやってたりとかね、いろんなことをやってますけれども、まあここから先は、制作していただく皆様の世界なので、なんかぜひなんかすごい想像力を働かせてですね、なんか面白いものを作っていただければと思います。はい、じゃあ今回軟質マスクキットの組み立て紹介でした。ご視聴ありがとうございました。